はい、皆さんこんにちは、藤前です。今回はですね、こういう風にファンをして、そしてまあ片手でこういう風にファンを分けるという解説をしたいと思います。まあかなり小ネタですけれども、参考程度にということで、 Here we go。 まあ練習戦の3分割とかもねできます。はい、それでは解説していきます。まあファンをするんですけれども、まあ、サムファンかプレッシャーファンなんですけれども、今回はですねそちらの解説はしないので、概要欄にね貼っておきますので、サムファンかプレッシャーファンの動画は別でご覧くださいませ。まずですね、普通にファンを作りますと。そして、まあ、3分割もできるんですけど、こんな感じでね、ただ最初は2分割の解説なので、だいたい3分の1以上の量をですね分けるんですけれども、このようにサムファンをして、そしてですね下の人差し指を上にこう持ってきます。こういう風な感じ。そして中指と人差し指でここら辺を挟みます、ファンを。そして中指と人差し指で挟んでるここのファンをですね、ちょっと持ち上げてというか、このように離しちゃいます。こんな感じで、で中指と人差し指で保持するという感じで、まあ、ファンを分けるものになるんですけれども、ファンをして持ってきてこういう風に分けるという感じでございます。まあ3分の1ぐらいですかね、3分の1以上ぐらいかな。でこれが慣れてくると、まあこう分割した後にこちらではまた分割を右手でこうピュッとやるみたいな、まあこういうフラリシも昔ありましたね、やってる人がいて。でプレッシャーファンをやるとファンがすごく大きくなるので、このようにですね取った時にちょっとこちらが崩れやすくなるので、まあ、個人的には最初はサムファンをやってこんな感じでやって、そしてまあサムファンの方が固まりやすいので、ファンがなので崩れづらいっていうのがあるので、最初はサムファンで練習したらいいかなと思います。で慣れればこういう風にね3分割もできます。まあ、3分割自体のやり方はですね、まあ後々リクエストがあればやっていこうと思いますので、ただメコピでもね3分割を落ちた、まあ3分割ね、メコピで全然できると思うんですけれども、まあこれ以上のね、分け方とかもあったりするので、まあリクエストがあったら3分割ぐらいまでは解説しようかなと思います。シュビッ、シュビッ、パッ、お。っていう感じの技でございます。名前は、I don't know。はい、ということで今回はですね、ファンを片手分ける解説のご紹介でございました。解説のご紹介、ファンを分けるやつ。のご紹介でございました。ということで、バイバイ。何かしらに使ってね。